デニス・ロン・メダールは、デンマーク・コペンハーゲン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。コペンハーゲンのビスペーデー地区に生まれ、B93 やリンビー f c などのユースチームに所属した。1995年、デンマークスーペルリーガに属するリンビー f c でプロデビューした。1997年、エール・リビジの PSV。 アイントホーフェンに移籍し、3月22日の SC、ヘイレンヘイエン戦でデビューした。1997から98シーズンは、RKC、バールバイクにレンタル移籍し、1998から99シーズンは高速ドリブルで、相手 DF を振り切っての正確なクロスで、チームに貢献した。PSV アイントホーフェンでは4回のリーグ優勝、4回の 国内カップ優勝を果たした。2004年夏、トッテナムホットスパー FC との獲得競争に勝った、イングランドのチャールトンアスレティック FC と4年契約を交わした。2004から05シーズンは怪我などのためにベンチに座る機会が多かったが、2005から06シーズンは成功を収めた。タクラブからの引き抜きの噂が多く、2006年夏には、 FC ゼニとサンクトペテルブルクへ移籍仕掛け、冬には100万ポンドの移籍金で FC コペンハーゲンが彼に接触し、2007年夏にはガラタサライエスケートヘタフェ CF が彼に興味を示した。2007年7月20日、68万ポンドの移籍金でアヤックスアムステルダムに移籍した。加入して間もなくフルス PSV。PS アイント方編に勝利して、自身5度目となるヨハンクライフスハールのタイトルを獲得した。同年にはデンマーク最優秀選手賞の最終候補5人にノミネートされた。2008から09シーズン後半は NEC 内名編にレンタル移籍した。2010年7月14日、ギリシャのオリンピアコス FC に2年契約で完全移籍した。しかし、 シーズン終了後にオリンピアコスを退団。2011年8月30日にブレンビーフに入団し、14年ぶりに母国復帰を果たした。1996年、U-19 デンマーク代表に選出された。U-19 デンマーク代表と U-21 デンマーク代表では、計19試合に出場して5得点を決めた。 2000年、デンマーク代表監督に就任したばかりのモアテン、オルセンから A 代表初招集を受けた。初キャップから38試合連続で代表の試合に出場し、32試合目までは全て先発出場だった。2002年には日韓ワールドカップの4試合に出場し、フランス戦で得点して世界チャンピオンに勝利した。 2004年2月19日のトルコとの親善試合で連続出場記録は止まったが UEFA ユーロ2004の4試合には全て出場した。南アフリカワールドカップにも出場し第2戦のカメルーン戦では決勝ゴールを挙げた。決勝トーナメント進出をかけた日本戦では長友佑都にマークされ活躍できずデンマークも敗退した。 ワールドカップ後最初の試合となったドイツとの親善試合で代表通算100試合出場を達成。この試合では自ら得点も挙げた。2014年10月9日代表引退を表明した。陸上選手並みのスピードを持ち、高速ドリブルでサイドを突破して高精度なクロスを供給するウィング。ありがとうございます。